驚かないで聞いてほしい。実はね、私たちは本当の親子じゃないの。あなたの本当のご両親は別にいるの。もちろん。冗談でこんなこと言わないわ。だって今日は4月1日じゃないでしょ。そういうわけだから。向こうに行っても頑張るのよ。達者でな。よろしいでしょうか。失礼します。こんな時間なのに起きてたんですか。はい、実は。はい、はい、いえ。どうして謝られるのでしょうか。数時間前のことです。皆様がきちんとお休みかどうか確認していた私たちは、小松様の不在に気づきました。屋敷内はもとより、島内すべてを、財閥所属メイド部隊でくまなく捜索した結果、小町様が現在この島にいないことが確認されたのです。小町様がいなくなられたということです。ちょっとやめてよね。こんな時間に叩き起こしてそんな笑えない冗談聞かせるなんて、二人とも人が悪いわよ。ちょっとあんたも何か言ったらどうなのよ。そうよ、あんた男でしょ。こういう時ビシッと何か言いなさいよ。ビシッと。だから小町ちゃん、森が好きだから、森が好きだって言ってたから、ちょっと眠れなくてお散歩でもしてるんじゃないのかな。そうね、うん、そうかもしれない。この時間になっても
全然寒くないし。エナもそう思います。こんな早合点するなんて、ミクさんもとんだおっちょこちょいさんなのですよ。ん？おっちょこちょい？もしかして今からドジッコメイド属性をつけてダーリンフラグを立てるつもりとか。ドジッコメイド属性？世の中にあまた存在する属性のうち、およそ最強に含まれる属性の一つなのです。その属性を備えたメイドさんの破壊力は、想像するだけで恐ろしいです。そうなんだね。ヤクモちゃんすごいね。別にどうでもいいわ。とりあえずミクさんたちの勘違いってことなら、オターたちもう寝てもいいよね。睡眠不足は美容の大敵なんだから。とはいえ今から寝直してももうそんなには眠れないかもしれないね。でももう少し眠りたいです。皆様お待ちください。今回ばかりはミクちゃんのうっかり間違いではないのです。そうです。ってミユちゃん、今さらっとひどいこと言わなかった？ミクちゃん今はそんな時じゃないよ。そうだったね。先ほどのものを皆様にも。何よ先ほどのものって。それは手紙。見た感じからすると手すきの和紙といった感じかしら。なるほど、いかにも彼女らしいわね。それで、だからそれでその手紙には何と書いてあったのかしら。封が切られていて、あなたが持っているということはすでにあなたは読んでいるということでしょう。教えて、お兄ちゃん。前略、この手紙を読まれているということは、私の勝手な振る舞いにお気づきになっているということですよね。私、秋田小町は、マリッジロワイヤルを正式に辞退いたします。私には、花嫁になる資格がないのです。他の皆様方には、よろしくお伝えください。皆様と過ごした日々、私は忘れません。とても楽しい日々でした。マリッジロワイヤル、頑張ってくださいませ。最後になりますが、一つだけ、わがままをお許しくださいますか。思い、共に過ごすことができた日々を、私の生涯の宝物にしてもよろしいですか。許されないことだというのはわかっています。ですが、本当に、本当に、私にとって、お慕いした日々は、過ごすことができた日々は、本当に眩しくて、本当に素敵なことばかりの、そんな毎日でしたから、だから。ねえ、ねえお兄ちゃん、辞退って、だって、そんな、嘘だよね。お兄ちゃん？え？それって何よそれ、意味わかんない。花嫁になる資格がないって何？だって小町、あんたのこと好きだったじゃない。本当に本当に大好きだったじゃない。それなのになんで誰かを好きになる資格なんて。好きってただ好きだって、それだけでもう十分じゃない。みやこちゃん、どういうことなんだろう。どういうことって？僕もね、みやこくんの意見に賛成だよ。誰かを好きになる資格があるとしたら、もしそんなものがあるのだとしたら、それは人を好きだというただその思いだけで十分だと思う。だから小町くんは好きでいる資格はあるんだ。彼女は生まれた時から言い名付けでずっと慕ってきたのだから。それなのに、そんな小町くんがいきなりそんなことを言い出すなんて、何か理由があるとしか考えられない。理由なんだろう。
もしかしたらここ最近起こっている事件と何か関係あるんじゃないかしら。ただのパンクじゃないわよ。彼女の自転車を見たら、タイヤに細工がしてあったわ。一応、後ほど精密検査を受けていただくとしまして。とりあえず、港様がご無事でよかったです。いやー、惜しかったですね、港様。もう少し目を覚まさないでいたら、王子がキスしてくれたかもしれなかったのに。はあ、キス？怪我しちゃったのです。これはイオさんが巻いてくれたのですよ。はい、イオさんはエビノの命の恩人です。あの時イオさんが何してるのって声をかけてくれなければ、もっと大変なことになってたかもですから。来ないで。
そうですね。お兄さん、ガラスだけじゃないよね。ここよパパ、私ここに。今から思うと、あの時から始まっていたのかもしれないね。一緒に花火をしていた時のことだよ。多分、そうだと思う。あれ？ああ、うん。僕の花火、しけってるみたいで火がつかないんだ。今回の事件のあれが始まりの合図だったんじゃないかな。そして今みんなに起こっている異変もすべて。あの朝日ちゃん、私には何も変なこと起こってないよ。そうね、あなたに直接でなくてもあなたの周囲の人間にそれは起こったんじゃないかしら。気づいたみたいね。考えてみれば、私の元に届いた父親の手紙もおかしいのよ。財閥とのつながりを求めて私を送り込んだはずなのに、帰って来いだなんて。ええ、言ったわ。彼女の周りには何も起こっていないから。関係していると思う根拠はそれだけじゃないわ。これだけ不可解なことが起きている最中に姿を消すなんて、関係ないと考える方が不自然なんじゃないかしらね。え、二人とも。あなたたちは分かっているんじゃないかしら。彼女がマリッチロワイヤルを辞退しなければいけない、その理由を。申し訳ありません。それは私の言葉を否定していないわね。申し訳ありません。申し訳ありません。ねえミユちゃん。ダメだよミクちゃん。も
申し訳ございません。お気持ちわかります。いえ、わかるつもりでおります。それでも言えないのです。今私たちの手元にある情報を集めたところで、それはまだ憶測の域を出ません。そんなあやふやな情報で動くわけにはいかないのです。だから、分かっていただけますか？え？どういうこと？私たちが？兄ちゃん、先輩。するの？それを知ってどうするつもり？本当のことを知ったところで何にもできないかもしれない。ううん、知ったら余計苦しむことになるかもしれない。それでも知りたい？答えて。本当に大きくなったね、男の子。ううん、男の人になったね。ありがとう。なんでもない。ねえ、どうしてマリーチロワイヤルが開催されたかわかる？表向きはね。聞き捨てならないわね。それどういうことよ。マリッチロワイヤルにそれ以外の意味があるっていうの？それはもったいぶってないで早く言ったら、マリッチロワイヤルが茶番に過ぎなかったということを。そっか、ヤクモちゃんは気づいてたのね。うすうす気づいてる子もいると思うから、はっきり言うね。マリッチロワイヤルの本当の目的は、財閥の内部で長く続いてきた権力争いに終止符を打つことだったの。現在の財閥には主に2つの勢力が存在するの。1つは、これは現当主である君のお父さんを筆頭にした宗家。そしてもう1つが小町ちゃんの秋田家を筆頭とする分家。この2つの家が長い間財閥の権力をめぐり争ってきたの。あのね、小町ちゃんが許嫁だったのは宗家の血筋であり次期当主でもある君を分家に取り込むため、そして自分たちが宗家になろうと画策したからなの。伊予さん、それ小町ちゃんは知っていたの？みなみちゃんはどう思う？小町ちゃん、それを知っていたと思う？私は思わない。小町ちゃん本気で好きだった。同じ人を好きになったからわかる。そんな横島な気持ちを抱えていたら、あんな純粋でまっすぐな思い抱けるわけがない。うん、そうだよ。小町ちゃんは何も知らなかった。だから
みんなの周りに起こった事件の裏にあるものを知って、それで責任を取ろうと思ったんだと思う。それじゃあ、さっき八雲くんが言っていたことは。さすがよね、八雲ちゃん。言ったでしょ。この時期に姿を消して、無関係だと思う方が不自然だって。それは、そうかもしれないわね。マリッジロワイヤルが開催された真の目的、さっき言ったよね。そう。でもね、それも嘘なの。全国にテレビ中継までされちゃうような公の場所で、正々堂々と勝負して決着をつけよう。不毛なことはもう終わらせよう。これっきりにしよう。そう持ちかけたのは分家側の人間。宗家の人たちはその言葉を信じてくれたけど、そうじゃなかったの。それすらも分家の人たちの陰謀だったの。考えてみて。どうしてみんなが危ない目に遭ったのか、なんで小町ちゃんにはそういうことが起きなかったのか。分家の人たちは小町ちゃんを勝たせるために手段を選ばない。小町ちゃんを勝たせる一番簡単な方法は、君が小町ちゃんの虜になっちゃうことだけど、でも他に魅力的な女の子がいた場合、それは難しいかもしれない。だって男の子だから、目移りしないとは言えないでしょ。だからね、小町ちゃんを勝たせる一番確実な方法を選んだの。そう、目移りしないよう魅力的な女の子がいなければいい。マリッジロワイヤルは戦いだから、勝負の最中で事故に遭ったりするのは仕方がない。その結果、最悪の事態になっても仕方が。みんな本当に危ない目に遭ったの知ってるよね。小町ちゃんはそれに気づいたから、この島を出て行った。だからマリッジロワイヤルを正式に辞退してしまったのですね。小町さんは責任を感じて。でもそれだけならこの島から急にいなくなる必要はないと思う。そうね。だからさっき言った通り、責任を取るつもりなんだと思う。責任？みんなが安心してマリッジロワイヤルを続けられるよう、分家が二度と変な気を起こさないよう、直談判。そんな、一人でですか？危ないんじゃ。多分大丈夫だと思う。分家の人たちもまだ使える手駒を捨てるような真似はしないと思うし。あのイオさん、聞いてもいいですか？何？ミナトちゃん、そのイオさんはどうしてそんなに詳しいんですか？財閥のこととか、宗家とか分家とか。それは、それは私たちからお話しした方がよろしいかもしれません。マリッジロワイヤル開催中に起こった数々のトラブル。何せ財閥の正当後継者のお嫁さんを選び出すものですからね。多少のトラブルは想定していましたよ。ですが、花嫁候補の皆様方を襲った事件は明らかに想定外のことでした。だから私たちは内定を始めていました。朝日様がおっしゃった通り、あの花火の一件から、分家側からの何かしらの裏工作があるんじゃないかというのは分かってたことですからね。しかし、そんな我々の警戒網をくぐり抜ける形でトラブルは毎回起こった。そんなことができるものは限られています。花嫁候補、私たちならできるかなって。確かにエナたちならマリッジロワイヤルに関する詳細なスケジュールを手に入れることもできますし、対戦する上で相手の情報を調べても怪しまれない。その通りです。はい、
分家側の工作員がスパイがいるのではないかと疑っておりました。そしてそれが私。今までの事件で分家の妨害工作を受けていない方は二人でした。一人は小町様、そしてもう一人が小町様が辞退し、そこまで事情に詳しいところを見せつけられたら、もうそうとしか説明できないですよね。そうよね。信じてくれてありがとう。でもごめん、ごめんなさい。ミウさんたちが言ったこと本当なの。宇和島家は秋田家と協力関係にあるの。だから引っ越しすることになった。仲良くなりすぎたから。宇和島家の娘が結ばれるなんて絶対にダメだったから。マリッジロワイヤルに参加した本当の理由は小町ちゃんを勝たせるため。部屋に小町ちゃんの写真がばらまかれていたの覚えてる？あれね、お姉ちゃんがやったの。小町ちゃんのこと好きになってもらおうって。小町ちゃんに背中を流すように言ったのも それは違うんじゃないかしら。さっき彼女が言っていたでしょ。一番簡単なのはあなたが小町を好きになること。だから彼女はそのために力を尽くしていた。ありがとう、ヤクモちゃん。でもそれは違うわ。だって分家の人たちを手引きしたのは間違いないんだから。許してもらえるとは思ってない。みんなを騙したことも、分家側の裏工作に加担したことも、全て本当のことだから。ですが思う気持ちもまた本物でしたよね。ミウさん、イオ様の見つめる瞳、他の皆様と同じでしたよ。キラキラしていて、輝いていて、本気で真剣に愛しているんだなって分かっちゃいました。だから迷いました。本当は違うかもしれない。スパイはイオ様ではないかもしれないと。さっきのさっきまで否定したい気持ちでいっぱいでした。だってかっこよくなってるんだもの。お姉ちゃんが知ってる君はもっとちっちゃくて可愛くて泣くのを我慢している、そんな男の子だった。でも久しぶりに会ったら違った。ずっとずっと大きくなって男の人になってた。だから分かっちゃった。みんなが好きなんだって、すごくすごく好きなんだってこと分かっちゃった。そう考えたらこのままでもいいかなって。こうしてみんなで思い続けて毎日過ぎていくのもいいかなって、そんな時間がずっとずっとずっと続けば。だからなんですね、花嫁候補の方々を襲った数々の事件は本来間一髪で防げるようなものではありませんでした。そのような細工をされたのは、それが施されるのを知っているものだと。なんだ、簡単なことじゃないね。そんな変なことするスパイいると思う？当初の目的を果たせない、そんな無駄なことをするスパイいると本気で思う？だから簡単なことなのよ。それでも罪は、気にするも何も、イオさんが
エビの太刀にしたことって何でしょう。わからないな。ねえ、港お姉ちゃんはわかる？え、私？ちょっと思い出せないかな。朝日さんは？僕もわからないな。イオくんがしてくれたのは。みんなで一緒に遠足に行こうって言ってくれたよ。あの時は行けなかったんだよね。だからイオさんにはまた新しい遠足のしおり作ってもらいたいな。エナ、マネージャーをやってたことがあるので多少のお手伝いはできると思います。その時は声をかけてくださいね。全員分を一人で作るのは大変でしょ。私も手伝ってあげるから。みんな、そういうことよ。でも力を尽くしてきた。だからこそ許せない。なんで一人で何とかしようとするのよ、あのバカ。まあ小町ちゃんらしいって言えばそうなんだけどね。責任を取るために自分の気持ちを押し殺すだなんて、とんだお人よしだわ。ヤクモ先輩、きついこと言いながら微笑んでいたら説得力ないですよ。別に笑ってなんかいないわ。でも、でもも何もないわ。どうして私が笑うのかしら。意味がわからないわ。ヤクモ先輩も素直じゃないです。それは自分も素直じゃないと言っていると気づいているのかしら。それにしても小町先輩かっこよすぎますよ。悔しいけど兄ちゃんのことすごく好きだって分かった。だからこそ小町さんがそこまでした覚悟強いんだよね。一言でいい、一言でいいから相談してほしかった。こんなフラグ立てていくなんて行き過ぎな人ですよ。小町さん、小町ちゃん大丈夫かな。一人でそんなすごいことしようとして。お兄さん、もっと。なんでよ、なんで大丈夫だなんて断言できるのよ。分家の人たちってあんな危ない罠仕掛けるような人たちなんでしょ。なら逆らった身内にどんなことをするか分かったものじゃないわ。だったら、待ちなさいよ、ジェット機って。あ、そっか。マリッジロワイヤルを辞退されるのもまた正当な権利です。わかりませんか。辞退すると言ったのですよ、あの小町様が。
こうして一緒に過ごすことができて、私は幸せ者ですね。こちらのお料理、美味しいですよ。風が気持ちいいですね。私は、秋田小町は、ずっとお慕い申し上げます。乙葉様もおっしゃっていましたが、そんな小町様の覚悟、一体どれほどのものか。さようなら。小町様は残された皆様で、マリッジ・ロワイヤルを続けるようにおっしゃっていました。小町様のことを思われるのでしたら、私たちにできることは、ここでマリッジ・ロワイヤルを続けることなのではありませんか。ミユちゃん、ちょっとやりすぎだよ。そうだね。申し訳ありません。小町様がそこまで覚悟されていたわけですから、小町様のもとへ向かわれるのでしたら、それ以上の覚悟を見せていただきたいと思ったのです。はい、覚悟バッチリ見せつけてもらいましたよ。ジェット機すぐに用意しちゃいますから。ちょっと待ちなさいよ。あんたまさか一人で行く気じゃないでしょうね。そうだよって。ご安心ください。お残りになる皆様方の安全は財閥特殊メイド部隊が保証いたします。はい、かしこまりました。ジェット機の用意ができましたよ。待って、みんなは許してくれたけど、それでも責任の一端はあると思うの。だからそのまま返してもいい？お姉ちゃん、君のことが好き。こんな時だから好きな人が危ない目に遭うかもしれないって分かってて、それを放っておくことなんてできない。だからダメって言われてもついていく。それなら私たちも一緒に行ってもいいよね。一緒に行くよ。ミユさん、エビノはジェット機にもうるさいですよ。お兄さん、みんなで行こうよ。私も行きます。けどじゃなくて、これは決まってることなの。私たちはみんなでマリッジ・ロワイヤルを戦ってきたんだよ。誰か一人が欠けるなんて考えられないの。僕たちにとってはそれがもう当たり前のことなんだ。つまり私たちはもう家族も同然ってことなのよ。めんどくさいことにね。エナたちの当たり前を取り戻しましょう、先輩。あなた、ここが秋田家です。なかなかいい雰囲気じゃない。とても悪の巣窟とは思えないわね。もう、みやこちゃん、それ言い過ぎよ。そう?ねえ、
何じゃないでしょう。今がどんな時かあなた分かってないわけないわよね。しっかりしなさい。みんなあなたについてきているのよ。別に私は何も言ってないわ。どうして笑っているのかしら。今がそういう時じゃないと言ったばかりなのに。どうしようもない人ね、あなたは。ちょっといいかな。こういう時バラバラになるのは良くないと思うんだ。僕たちがこうして動いたことはすでに向こう側に伝わっていると思った方が。そうですね、朝日様の言う通りだと思いますよ。うん、僕たちが一緒であればなんとかできると思う。頑張ろうね。それでどうしますか？いつまでもここにいても仕方がないと思うんですけど。こんにちはって言えばいいんじゃないかな。違うでしょ。あ、そっか、玄関のチャイムを鳴らせばいいんだ。だからそうじゃなくて。さすがウルムさんです。天然恐るべし。もしかしたら何か仕掛けてあるかもしれない。とりあえず何もないね。うん。でも静かすぎない？そうですね、南様がおっしゃる通り、この静けさは不気味ですね。今にもこう何かがダンとか出てきそうな予感的中。ミクちゃん、そんなこと言ってる場合じゃ。この人、私たちの隙をついて接近してきた。うん、ただ者じゃないよ。おい、貴様、妹はどこにいる？吐け。お兄ちゃん。ちょっと何するですか、そこの人。その手を掴んでいる、その手を今すぐ離すんだ。おい、貴様、名を何という？ちょっと、名前を尋ねるならまず自分が名乗るのが礼儀でしょ。答えろ。あんたね。でも貴様があの御曹司か。貴様のせいで子持ちは、貴様のせいで妹が、小町が捕まったんだ。それはどういうことですか？どうして小町さんがそんなことされなくちゃいけないんですか？自分の思惑通りに踊らない人形などいらない。それがあいつの分家当主の考え方だからだ。人形ってそれ小町ちゃんのことですか？当主にとっては血を分けた一人娘でさえ手駒の一つにしか過ぎない。財閥を手に入れるためのな。だからこそ小町の裏切りが許せなかったんだ。あの男は貴様を取り込むことを諦めていない。別の人形を用意して貴様にあてがうつもりのようだ。別の人形って？お前は確か岩島家。はい。次の人形はお前かもしれないな。それはないんじゃないでしょうか。なぜ？可能性で考えれば十分あり得ることだな。私は花嫁にふさわしくないと言われましたから。これじゃ花嫁にふさわしくないって言われても仕方ないわよね。指示を持ってきた分家の人にね、言われちゃったの。だが使えると判断すれば使うだろうさ。それが分家のやり方だ。まあお前以外にも駒は揃っているみたいだな。何よそれ。何なのよその言い方。一体何の権利があってそんなこと。知るか、俺にはどうでもいいことだ。
俺はあの男が、あいつが許せない。自分の私欲のために無垢な小町を利用したあいつが、親父が。この方は小町様のお兄様です。そうだ、そこのメイドが言った通り、俺は小町の兄。先ほどの身のこなし、なるほど、あなた様ならば納得です。でも確か海外に留学されていたんじゃ。そんなの建前だ。実際は親父に逆らって外国に追放されたんだ。マリッジロワイヤルがどうなっているか気になり、あの男がつけた監視の目をかいくぐって戻ってみれば。だから俺はマリッジロワイヤルに反対だったんだ。何がマリッジロワイヤルだ。くだらない権力争いにどうして小町が巻き込まれなければならないんだ。そもそも貴様さえいなければこんなことにはならずに済んだんだ。お兄様、おやめください。貴様さえいなければ小町が、いや、誰もが傷つくようなことにはならなかったんだ。そうだ、貴様がいるから小町は傷ついた。貴様がいるからそこにいる11人の女が傷つく。見つけたぞ。これはこれは、財閥の御曹司様、よくおいでくださいました。しかし今少し立て込んでおりまして、申し訳ありませんが少々お待ちいただけますか。さて坊ちゃま、困りましたね。当主様の言いつけは守っていただかなければ。うるさい、俺は小町を助けに行く。邪魔する奴は誰であろうと容赦はしない。やれやれ、本当に困った坊ちゃまです。おい、お前たち。はっ。眼首を揃えたところで無駄だ。話しかけるな御曹司、今はそれどころじゃない。小町は俺が守るんだ。御曹司、しっかりしなさい。あんたがそんなこと言ってどうするのよ。そうですよダーリン、私たちは出会えてよかったって思ってるよ。確かにここにいる他の女の子たちはお兄ちゃんをめぐる恋のライバルでもあるけど、でもそれでもね、みんながいたから僕たちは自分自身を見つめ直し自分を高められたんだ。君がいたから、お兄さんがいたから、ウルマたちはここまで来られたんだよ。だから私たちは君に会えて幸せ。めんどくさいって思ったこともあったけれどね。こんなこと言われないと気づけないなんて全くダメな先輩ですね。先輩はほんとまだまだお姉ちゃんでいなくちゃダメなのかしら。別に感謝してほしくて言ったわけじゃないし。ここに来てもまだまだ素直になりきらないとは、さすがです、ツンデレの鏡です。ツンデレ、エミノは大好物ですよ。食べ物なの。お前たち、さらにその男の子。はい、好きです。そうだよ、お兄ちゃんが助けに来て喜ばない妹はいないの。残念ながらそれは違うな御曹司。貴様がいて、きっかけや経緯はどうあれ、小町の貴様を思う気持ちは純粋で本物だ。小町の俺より貴様が迎えに来た方が喜ぶ。絶対今の小町に必要なのは俺じゃない、貴様なんだ。さっき貴様の妹が言ったな、兄が来て喜ばない妹はいない。だがそれは妹の気持ちだ、兄の気持ちではない。兄はこう思うんじゃないか、妹が喜ぶことを叶えてやりたいと。違うか、小町はこの館のどこかに幽閉されているはずだ。だがそれがどこなのか
正直な話、俺にもわからない。だから頼む、見つけ出して小町を助けてやってくれ。ここにいる者たちの思いを背負った貴様なら、小町が信じた貴様なら、きっと小町の元へたどり着けるはずだ。皆様にもお話があるので行かせませんよ。お前たちの相手はこの俺だろう。さあ早く行け。行こう、あの人ならきっと大丈夫だ。朝日様のおっしゃる通りです。あのお方の腕前は多分ここにいる誰よりも。だから、あ、どこかに閉じ込められているって。それなのにどうして小町ちゃんがあそこにいたの？考えられるのは罠ということかしら。何者かが私たちを誘導しようとしているとか。その可能性は十分あり得るでしょう。どうする？お姉ちゃんたちは君を信じてる。行くって言うならどこにでもついていく。だから決めて。そうですね、ここには皆様がいらっしゃいますから。みんなで力を合わせれば大抵のことはなんとかなるってことですよね。あっちだよ。向こうに消えたよ。あの部屋の中に入っていったわ。よく来てくれたね。ようこそ財閥政党後継者、私が秋竹党首だ。今はあれのことなどどうでもいい。後ろにいるのは花嫁候補だね。君たちは添い遂げたいと願っているのだろう。それはそうですけど。それが何なんですか？そう怒らないでくれたまえよ。私の提案を飲むならその願い叶えようと思っているのだから。え、それってどういう？どうもこうもない。文字通り彼と結婚できるということだ。君たちは彼を手に入れることができ、私は財閥のすべてを手に入れることができる。どうかな。悪い条件ではあるまい。そうね、私は別に財閥なんてものに興味もないし、それであいつと結婚できるなら、悪くないわね。話がわかるね。君はなんて私たちが言うと思った？だとしたら相当見くびられたものね。なるほどなるほど。一皮むけは皆強欲だったということか。無理、財閥の権力欲しくないわけがないからな。違うわよ、あんた全然分かってないのね。教えてあげるからよく聞きなさい。私たちはね、そんな風にして手にしたものになんか興味はないの。苦しくても傷ついても自分の手で掴み取りたい。だってその人が好きだから。好きな人の気持ちはそうやって振り向かせなくちゃ意味がないんだよ。それに私たちは物じゃありません。そうだよ、乙葉たちの気持ちは乙葉たちのものなんだから。ずっとずっとダーリンを思ってきたエビノたちの気持ちバカにするなです。というわけで
あなたのくだらない提案はこれ以上ないぐらい完膚なきまでに否定されたわ。ヤクモ君の言う通りだ。ごめんなさい。愚かな。ならば君に聞こう。君はどう思っているのだ。未だに姿を現さない本当の両親、彼らに対して思うところがあるのではないか。普通に暮らしてきて、いきなりこんなことに巻き込まれて、それでも何も思わないというのか。私と手を組めば、そんな両親を見返すこともできるのだよ。ならば。そうだよ。君のおかげで私はパパとお話しできるようになった。君が教えてくれたんだよ。だからお父さんとお母さん、きっと素敵な人だと思う。そうね。あんな絵本を残してしまうぐらい愛されているんだもの。疑う余地がないわ。あまりにも青すぎて、いっそ目障りだ。周りくどのことはやめよう。自らここに飛び込んできたのだ。それを生かそう。お前たち必要なのは御曹司だけだ。それ以外は分かっているな。はっ。どうやら入り口は塞がれてしまったようですね。それって引き返すことはできないってことですか。そうなっちゃいましたね。困ったこと。つまり私たちがここから出るためには、あの人たちから逃げ切って向こう側に行くしかないわけですね。危ない。お前たち、御曹司は狙うなと言っただろう。すみません。お姉ちゃんなら大丈夫だから。これぐらいかすれ傷だから、本当に大丈夫よ。だからそんな怖い顔しないのね。なんだから。向こうも本気というわけだね。ま、当たり前でしょうね。そうなるとここはちょっと考えた方がいいかもしれませんね。ここは誰かがおとりになって、この人たちを引きつけておくべきかと。それはダメです。ダーリンが捕まってもエビノたちは負けなのです。運慶の方々の野望は財閥を手に入れることですから。あなたが向こうに捕まっても私たちは終わりというわけね。だからエビノたちが残るんです。私たちなら大丈夫だよ。だってマリーチロワイヤル頑張ってきたんだから。マリーチロワイヤルは私たちに頑張る勇気を、立ち向かう力を与えてくれたから。そうだよ、セラちゃんの言う通り。みんなと一緒に戦ってきたあの経験が音羽たちを強くしてくれたんだよ。最後の最後まで諦めない力を、頑張り抜く力を与えてくれたんです。だから私たちを信じて。マリーチロワイヤルを経験しているエビノたちなら無敵です。そうだよお兄さん。
人で頑張ろうとしないでよ。ここはお姉ちゃんたちに任せてね。僕たちなら大丈夫だからね。ほら、私たちも残りますから。ふふふ、今まで封印していたこの力をついに解放する日が来ちゃいましたか。そんなのないでしょ、ミクちゃん。もう、ミユちゃんの意地悪。さあ、早く。それでは。な、何？分かってるわよ、みんな無事でって言うんでしょ。そうね。ええ、はい、そうだね。うん、当然。はいです。そうね。うん、はい。それじゃあ私たちがあの人壁に穴を開けるから、タイミングを逃さないで。行くわよ。今です。花嫁候補の子たちが頑張っているというのに、弱音なんて吐いていていいのか。わからないのも当たり前か。私は分家の人間ではないよ。その証拠に秋田小町君のところへ案内しよう。その慎重さは誰に似たんだろうな。いや、何でもない。私が信じられないというのなら、自分の力で探せばいい。だが、お前がもたついている間にも、花嫁候補の女の子たちが傷ついているかもしれない。お前はそれでもいいのか。なら、答えは決まっているんじゃないのか。行くぞ。それは震えながら言うべきことではないな。そうか、どうかしたのか。バカに、お前も。いや、別にそんなつもりはなかったのだが、誤解を与えたのなら謝る。すまない。この屋敷には似たような部屋がいくつもある。なんでそんなことをするかといえば、それは今回のように外部からの侵入者を迷わせるため。同じところを巡っているような気がして、目的地に永遠にたどり着けないような、そんな不安な気持ちになっただろう。そうか。うん、と、そんなことを言ってる間に忘れたのか。お前の目的は私が誰なのか、それを詮索することではないだろう。そう、この広間の向こうに小町くんはいる。さあ、迎えに行ってあげなさい。そんな時間ないのではなかったかな。迷っている。信じられないか。一つ、いい話を聞かせよう。昔々、あるところに一組の夫婦がいた。妻は体が弱く、一日の大半を寝て過ごすほどだった。だが、夫はそんな妻を心の底から愛していた。そんなある日、二人は
自分たちの間に子供を授かったことを知った。夫は妻を心配し、子供は諦めようと言った。だが妻は嫌だと言った。あなたの子供を産みたい、生まれてくる子供を愛したいと。夫が子供を諦めようと言ったのにはもう一つ理由があったのだが、それでも彼女は授かった命は産んでみせると聞かず、最後には彼も折れた。本心では彼もまた子供が欲しかったから。たとえ自分たちの手で育てられないことが分かっていたとしても、だから二人は子供のためにいろいろなものを残そうと思った。自分たちのぬくもりを分け与え、育てられないのならせめてそれを感じられるものを残そうと。彼女は学生の頃作家を志していたから、物語、彼は彼女が好きだと言ってくれた絵を、生まれてくる子供をくだらない権力争いに巻き込まないためにはそうするしかないと思っていた。それでももっと違った方法があったのではないかと、この頃ふとした瞬間考えることがある。その思いを言葉にするなら後悔ということになるのかもしれない。生まれてきた子供は自分が巻き込まれた状況を知って恨んでいるかもしれない。残してきたものも結局は自分たちの後悔を薄れさせるためだ。ただそれだけのためだったのかもしれない。だからお前は後悔のないように生きるんだ。その手につかんだ幸せを絶対に何があっても話すな。だから行くんだ。私にはまだやらなければいけないことだ。なら、その子のためにも私は頑張らないといけないな。言っただろ、私にはまだやらなければいけないことがあると。だから行く。それじゃ。その声、私を迎えに。それはできません。だからです、その皆様にご迷惑をおかけしてしまったから。だから戻れないのです。マリッジロワイヤルが開催された意味、私に課せられていた役割、きつく問いただした私にお父様はすべて語りました。私の父は皆様の純粋な気持ちをもてあそびました。特に取り返しのつかないことをしてしまいました。本当のご両親と過ごす時間、惜しみなく注がれる愛情、どれだけ時間を経ても色褪せることのない思い出、そのすべてを奪ったのです。私の父が自らの欲望を満たそうと私利私欲に走ったから、人格を無視し財閥の権力を手に入れようと駒のように扱ったから。秋田家の罪は私の罪だから、私は、はいはいはい、そうです、そう決めました。というのは、そんな、どうして。だって私は、それなのにどうしてそんなにも。それは
私はいいのです。私はきっかけがどうあれ、理由が何であれ、お慕いすることができたから幸せでしたから。お逃げください。この足音、父の手の者が近づいてきています。そうだねって、早くお願いですから。さっきから通信で聞いていれば。万が一のことを考えて、こっそり襟の裏に仕掛けさせていただきました。私たちは迷惑をかけられたなんて思ってないし。小町ちゃんや君と同じ思いよ。マリッジロワイヤルがあってよかったと、そう思っている。皆様、気づくのが遅いわね。言ったじゃないですか、マリッジロワイヤルを経験したエビノたちが力を合わせたら無敵なのですよ。ねえ小町ちゃん、私たちの思いはさっき言った通りよ。マリッジロワイヤルがどんな目的を持って開催されたのかなんて、今の私たちにとってはどうでもいい。大事なのは、マリッジロワイヤルが私たちにとってすでにかけがえのないものになっているということ。だから最後まで戦おう、ここにいるみんなと。小町くんがいないと寂しいよ。小町さんがいなかったら意味ないですよ。だからだからね、エナたちと一緒に帰りましょう。みんなで過ごしたあの島へ。みんな本当を語ったわ。次は小町が答える番よ。小町はどうしたいの？小町の本当を教えて。私はくだらないな。実にくだらない三文芝居だ。利用価値があると思って手加減していれば調子に乗りよって。なんなのその言い方。 RPG のラスボスのテンプレみたいなセリフです。まさか変身するとか。いくらなんでもそれはないんじゃない、多分。でもなんだか嫌な感じがするよ。うん、さっきまでとなんとなく雰囲気が違う。筋書きをね、変えることにしたんだよ。君にこの舞台から消えてもらうことにする。君を思う12人の花嫁候補たちが醜い争いを起こし、それをいさめようとした君は彼女たちの手によって、そして君を手にかけてしまった彼女たちが君を追いかける。そうだ、最初からそうしておけばよかったのだ。こんな面倒なことをせずとも本家の血筋が途絶えれば、おのずと全てが手に入るのだ。フフフフ。おい、お前たち、はっ。何度やっても同じなんだから。それはどうかな。なんですかこの数、すごいいっぱいさ。
さすがにこれだけの数ともなると。な、何よ、諦めるつもり？私は嫌よ、絶対に嫌。だってそんなの戦う前から逃げ出すようなものじゃない。それはそうかもしれないけど、それでもこんなに相手がたくさんだと。さすがに私たちに分が悪いわね。覚悟決めなくちゃいけないみたいね。お兄ちゃん、お父様、もうやめてください。うるさい、お前たち早くしろ。お父様、早くしろ。お待ちください。なんだ、邪魔をするな。その、たった今入った情報なのですが。どうした、はっきり言え。マリッジロワイヤルにおける我々の裏工作のすべてがリークされたようでして。テレビ、新聞、インターネット、あらゆるメディアが取り上げ、我々は非難しているんです。なんだそれは、誰がそんなことを。それだけではありません。我々が所管する企業グループ全てのせいまでもが。なんだと。いずれ捜査が入ることは確実で。それでは私は。はい、失いました全てを。そんなバカな。こういうことよ、分家と。分家が支配する企業グループが関わってきたこれまでの悪事が暴かれた。今はまだマスコミが騒いでいるだけだけど、捜査当局の手が入ることは確実。分家はもうおしまいって、そういうことよ。お父様にはこれぐらいの薬が必要ですわ。まったく、どこの誰がこんなことをしたのかしらね。ミウです。私だ。お疲れ様でした。別に疲れてはいないよ。私がしたのは不正の証拠をつかみ明らかにしただけだ。それも小町君を救おうと乗り込んだ君たちをおとりに使ってね。そんな、ご自分を責めるような言い方はおやめください。いいんだ、それが真実なのだから。それに私はもっと残酷なことをしている。愛する人から愛する我が子を引き離した。だからこんなことぐらいでは私が犯した罪はまだ消えないよ。そんなこと。ミル君、私はまだしばらくは戻らない。全ての不正を明らかにしたつもりだが、万が一ということもある。私はもうしばらく調べてみるつもりだ。だからあいつを頼む。それは。ミル君、それは必要ないと思います、うん、あの方は私たちが思ってる以上に。そうか、そうだな。それじゃあ。はい、当主様。間違い電話です。くしゃみです。当主。はいはい、そんなことよりこれからどうするおつもりですか。そうですよ、もうマリッジロワイヤルを続ける意味なくなったことに気づいてますか。そういうことです。で、どうします。簡単ですか。どうです。それじゃあ今はもうしてないの。
何それ、ちょっと大げさすぎない？だって何？もうお兄さん、早く教えてほしいさ、意地悪だよ。そう、そうだね。僕もまさかこんな日を迎えられるなんて思ってもいなかった。でも全ては君のおかげだよ。先輩、レナに会えたことも良かったって思ってくれていますか？今さらだけど、あなたそんな恥ずかしいことをよくお米もなく言えるものね。それが素晴らしいところですわ。大事なことを思いをちゃんと伝えてくれる。だからお姉ちゃんたちも伝えなくちゃね。大好き。それでは行きますよ。